第14章骨髄造血学説を盲信する現代血液学第1説形態学が中心であった昔の血液学血液学は血液細胞や骨髄細胞の形態学細胞の形の変化や違いを研究する学問を中心に血液細胞の性質や由来を研究することで発展してきましたしかしつい最近まで 赤血球・白血球・白血血血小板などの血液細胞の起源については染色された細胞標本の所見をどう読むかで学者の意見が対立し定説はありませんでしたある学者は血液細胞がすべて1個の元になる母細胞から由来すると主張し一元論別の学者は2種類の母細胞が存在すると主張し二元論さらに 他の学者はもっと多くの母細胞が存在するとを主張する三元論や多元論など、定説はなく全くの混乱状態でした。私も学生時代にこの話を大学の講義で聞いたときは、こんな基本的な事柄も今の生物学では解明されていないのかと驚いた記憶があります。薬品で固定され染色された血液細胞や 骨髄細胞の鑑別はジグソーパズルのようにバラバラな形態の細胞を骨髄の若いとされる細胞から末梢血管の中を循環したい表面から採血できる血液の成熟型とされる細胞まで地道に一個一個成熟度の順に並べる作業です学者の主観的判断によって 全く違った鑑定によるる並べ方がまかり通る世界です例えてみれば絵を鑑定して値段をつけるようなもので好きな人はピカソの化け物みたいに歪んだ女の顔の絵に1億円の値段をつけるでしょうが興味のない人は1円でも買わないのに似ていますピカソには立体派の天才画家というもっともらしいお墨付きはついていますが私は カソの絵ななどは全くく興味がが目的でも買う気がしません。血液幹細胞すなわち1個の細胞から全ての血液細胞に分化する元の細胞が存在するのかしないのか存在するとすればどのような形態の細胞なのか全くの闇の中で大声を出すボス的学者の主張が正しいとされる世界でした。